お疲れちゃんです。ロットルセー。今回はですね、こちらのロイジャイデッキを使っていこうと思うんですけど、まあ、いつもね、入ってるアイスイザードも、今日も入ってるんですけど、先日ね、WCG と呼ばれる、まあ、クラロワの世界大会、まあ、的なものが、まあ、ありました。まあ、世界大会ですね。あって、まあ、その時にね、このデッキも実際に使い、というわけで、まあ、今日もこのデッキを使っていくんですけど、なんでその世界大会が、まあ、中国で、あったんですよね。で、1週間ぐらい、まあ、中国に滞在してたんですけど、まあそのね、まあ、中国でどうだったとか、まあ試合環境がこうだったとか、まあどういう気持ちだったかみたいなのを、まあ今日はそっちメインですね。このデッキやるんですけど、結構中国生活の振り返り、まあメインでね、やっていけたらいいなと思います。はい。というわけで、プレイは結構喋ることを考えながらやるんで、プレイがもしかしたらっていうか結構下手かもしれないんですけど、まあ、そこは気にしないでもらえたらいいなと思います。というわけで、今回のその世界大会が今いわゆるチーム戦、地域対抗戦と呼ばれるやつだったんで、まあ、僕たちはポノスとしては出たんですけど、ポノスとゲームウィズとケイオスセオリーがまあ一緒のチームっていうやつですね。いわゆるよいしょ。なんで、まあ、僕たちまあそうですね。そういう、まあ地域対抗戦。というわけで、アジア。僕たちはアジア。で、あとは中国とウエストの、まあ3地域で試合をした感じになって、結果としては、まあ優勝はね、僕たちは優勝はまあできなかったんですけど、優勝がウエストで、2位がアジア。で、3位が中国というわけで、まあ準優勝ね、できたというわけで、まあ、どうせならというか、まあ、優勝したかったんですけど、まあ、2位には慣れてね、良かったかなとは思いますね。で、中国生活、まあ、僕初めて中国だったんですけど、てか中国とか基本行ったことある人あんまいない、どうだろう、全然その辺は今適当に言ったんですけど、まあ、中国は、まあ、行ってみて、やっぱ空気が悪かったですね。なんかニュースとかなんか黄砂かな、なんかいろいろなってた時期もありましたけど、なんか、やっぱ空気があまりよろしくはなかったですね。なんか全体的に濁ってると言いますか。なんでその、なんか普通のなんか生活上そこはちょっと若干苦しかったです。なんかホテル僕ら22階とかだったんですけど、そこから外の景色撮ろうと思ったらもう窓がなんかもうめちゃくちゃ汚れてて写真撮れねえやみたいなレベルでしたね。っていうのもあり、まああとはなんだろうな。まあ試合。普通に試合のことを話すと、僕たちは総合3試合やりました。総合3試合やって、どこどこでやったかな、初っ端に、イモータル、ロイヤル選手とか、世界大会で去年プロンスが対戦してたところですね、ロイヤル選手がいる、ところと、あとは中国の1位の、去年のね、世界大会優勝したノバイスポーツ。の、まあ、2チームとまずやって、最後に、チームリキッドって言われる、まあ、ウエスト、僕らがポノスが優勝したみたいな感じで、クラロワリーグで、優勝してた、ウエストで優勝してたリキッドと、まあ、3試合合計でやったんですけど、なんかまあ、まず初日にめっちゃ不具合があったんですね。僕らイモータル、ロイヤル選手がいたとことやったんですけど、本当は、違う SK ゲーミングっていうソーキング選手とか、まあ別のチームと試合する予定だったんですけど、なんか不具合、なんかそのバトルがうまく行われるかみたいな試験的なバトルをやるんですけど、運営がね、そこでなんか僕たちがセットしてるデッキで普通に入っちゃって、お互いにね使おうと思ってた 2v2 のデッキとか 1v1 のデッキがお互いに知られちゃうっていう不具合が起きて、対戦するね、相手が変わったり、まあ、それまでに対戦するまでにも、なかなか対戦が始まらなくて、結局、試合が始まったのが、予定が朝10時から試合だったんですよ。中国時間、まあ、日本では朝11時ですね。だったんですけど、まあ、朝10時予定が10時間ぐらい試合始まるのが遅れたんですよ。なんで、もう、それだけでも、もうなんか、無駄に、やっぱ緊張、若干やっぱ緊張はするんで、無駄にっていうか、なんか普通にその緊張してる状態をずっとキープしたりというか、
なんか、まあ、集中力も微妙、そんな切れない、まあ、やっぱ途中切れてた部分もあるんですけど、なんかそういうので結構試合前に意外に疲れたりするみたいなのすごいありましたね。で、まあ、試合してで、イモータルズには、しょっぱな、誰だっけ?あ、しょっぱな、そう、ライキさんだ、ライキさんが出て、ロイヤル選手、めちゃくちゃイケメンな、アホみたいに上手い人ですね。に、ライキさんがまさかのね、ストレートで、3-0 で勝つっていうことが起きましたね。ことが起きたというか、まあ、それも、すごい、もう見ててやばって思ったんですけど、マジっすかってライキさんにずっと言ってたんですけど、ロイヤル選手、ライキさんとしては、去年、世界大会で、負けてしまった相手に、今、リベンジっていうので、やっぱすごいなと思いましたね。3-0。本当は 2-0 で終わりなんですけど、今回は、なんかセットとか、そういう細かい、引き分けがなかったんで、そういう細かいところも、まあ、大事になってくる。まあ、予選だったんでね。なんで、まあ、2-0 になっても、もう一試合ありますよっていう感じだったんですよね。で、そこでライクさんまた勝つっていう、素晴らしかったですね。というわけで、まあ、3-0 で、まあ、ライクさんが勝ち、次に 2v2 で味方点も安定して勝ち、で、どうだったかな。で、最後にあれだ。そう、チームとしては、ポナスのチームとしては勝ちが決まったんですけど、まだね、試合をやるっていうので、僕が最後に、ね、出たんですけど、僕の最後の相手、まあ、僕としては、まあ、もうボコボコに負けちゃったっていう感じなんですけど、相手選手は、ラポカチ選手っていう人なんですけど、まあ、今年からね、その、プロ選手になった、まあ、方なんですけど、普通にマルチで、1シーズンで、グロ1位と3位を取るような選手ですね。なんか多分、前々シーズンぐらいに、1人で普通に、自分の赤と自分のサブ赤でグロ1位と3位フィニッシュしましたみたいなような、そういう感じのやばい選手ですね。にまあ上手いのは知ってましたけど、もうなんか普通にボコボコにされましたね。はい、なんかやっぱスペルを打ったタイミングって結構やっぱコストがなくなるじゃないですか。ライトニングとかファイブとか打った瞬間ってやっぱ4コス6コスとか、なんかそういうのをちゃんと見てて、そういうスペル打った瞬間になるんで、甘えたスペルですね。なんか打たなくてもいいようなファイブとか、ちょっと甘えたポイズンとかライトニング打っちゃうと、その瞬間にね、なんか一気に攻めてこられたりして、まあ、うまーく、やられましたね。なんで、僕一回も勝てなかったんですよね。ラポカチ選手になんか勝てそうな試合も、そういうところで最後一気に持ってかれたりして、まあでも一回引き分けがあって、0勝1引き分けの2負けって感じで、まあ負けちゃったっていう、やつですね。はい。で、まあ、それは、はい。まあ、でも、そういううまさを得られたなとはすごい思ってるんで、まあ、負けましたけど、まあ、個人的には対戦できてよかったなと思ってますね。はい。で、その次にノバイスポーツとやって、ノバは、そうですね、昨年世界大会優勝、圧倒的、強い。チームで最初に、まあ、みかんさん 1V 出て惜しくも負けて 2V に、僕とライクさんね、今のところクララリーグ 7-0 無敗ペアです。無敗ペア VS あっちもね、 2V2 めちゃくちゃ強いんですよ。ほぼほぼ負けなし、成績もめちゃくちゃ良くて、なんで 2V2 の成績も張るぐらいめちゃくちゃ強いんですけど、まあ、そこに、なんと、3-0 でねストレート勝ちしました。なんとですよ、マジで。いやもうそこは素晴らしいですね。もう自分たちで言うのもあれなんですけど。普通にノバの 2v2 にだから勝てる、いや勝ちたいとはそれはもちろん言ってたんですけど、まあ負けても全然おかしくないような、そういう強いチームにまさかのストレート勝ちっていうのは、いやーすごい嬉しいことですね、僕らからすると。というわけで、まあ未だね、無敗です。ライキラットペア 8-0 というわけで。まあ、いつ負けるのだろうっていう負けたくないんですけどね、それは負けたくないんですけど、まあ、負けないように、はい、頑張ってますね。で、最後ですね。なんで 1-1 のポノソの勝利がかかった大事な場面に、ラスト僕がまたね負けた後だったんですけど出させてもらって、まあ、対戦相手は
まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、まあ、エルシオプ選手です。エルシオプ選手、中国の、プレイヤー、まあ、クララリーグシーズン1の中国で一番、まあ、成績がいい、一番成績がいい、ナンバーワン成績ですね。日本の、まあ、KK とかベンザーとか、まあ、そんぐらい、それ以上に成績がいいかな、わかんないですけど、まあ、トップの人と、まあ、対戦してもらって、対戦して、まあ多分結構ね、僕その前にね、ラポカチ選手にボコボコにされたりとかもあったんですけど、ワンちゃん周りからは、いや、やべえなーと思われたかもしれないんですけど、見事ね、見事、まあ、ギリ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 のギリギリでなんとか勝利することができました。マジでマジで良かったです。普通にただただの勝利なんですけど、その僕としてはその前にラポカチ選手に 2-1 に負けてて、 2-1 やね、普通に僕に負けてて、でここでエリシオープン選手、エリシオープ選手に負けたら、また僕が2回負けるっていうことで、そしてポノスの負けにもなるっていうところで、マジで負けたらもう大戦犯レベルだったんですよ。マジでお前何やってんのっていう、地域戦だったん、地域対抗戦だったんで、やばい負ける、地域対抗戦だったんで、僕の負けが、まあ、ポノスの負けにもなるし、アジアの負けにつながるんですよね。ゲームイズとかケイオスが負けて、なんで負けになるっていうのね、なんかもうアジアを背負って戦ってるっていうのになるんで、さすがにここで負けたらマジでね、もうみんなに申し訳ないと言いますか、そういう気持ちもありまして、なんで本当にここだけ、ここだけは、ここだけは死ぬ気で、死ぬ気で取らないと本当にもうマジでこの場所にいなく、いなんかいたくないっていうか、マジでそういう部分もあったんで、もう必死で戦いましたね、必死で。でその時にこのデッキを1戦目に使って、なんとか勝つことができたっていう、ちょっとね、思い出のデッキと言いますか、まあ、ただ僕が気に入ってるだけなんですけどね、まあいうのもあり、エルシオプ選手に、無事勝利できました。というわけで、まあそんな感じで初めの方の2試合が終わったんですけど、まあ、試合はその後は普通にリキッドに負けたって感じですね。最後の決勝、決勝はなんか BO3 の 1v1、2v2 で最後に BO5 の 1v1 だったんですよ。だから最後は BO5 なんで、まあ、僕ら BO5 までどこも行かなかったんですけど、全チーム2立てで終わって、あ、最後は引き分けとかもうなし、引き分け、細かい引き分けあったんですけど、再戦っていう感じだったんで、まあ、絶対に結果が決まるまでやるみたいな感じで、まあ、結果決まってしまったらもうやんない感じだったんですよ。なんで、まあ、3セット目に行くことがなかったんで、 BO5 がなかったんですけど、あとは僕も最後決勝は初っ端のミカ、ライキさんとミカテンが出て、もうそこで終わっちゃったんで、僕の出番が最後の決勝はなかったんですけど、一応ね、3セット目まで行ったら一応僕が出る予定だったっていうのはっていう、まあ予定ではありましたね。はい、まあそこで勝てたかどうか全然わかんないですけど、もし出ててもはいっていう感じで、まあ最後にはね、最後はまあ出番がなかったって感じだったんですけど、まあ圧倒的いい経験にはなりましたね。なんかアジアよりもはるかにレベル高くて、まあ、アジアもレベル高いんですけど、それ以上にやっぱアジアにこんなプレーする選手はいねえなっていうような選手が結構いましたね、海外には。なんで WCG のというか、まあ、この試合めっちゃいい経験になったなとはすごい思ってますね。はい、で、まあ、生活面ですね、まあ、試合はまあそんな感じですね。全然何話したか、まあ、覚えてないんですけど、なんで中国生活、あ、中国でご飯がやっぱ、いつも海外行った時に言ってますけど、ご飯がやっぱ合わないっていうか、合わないっていうか、まあそのやっぱ全然なんか味がうんって感じで、やっぱご飯部分がすごい苦しかったですね、こっちからしたら。なんで普通のカップ麺で UFO とかもあって、コンビニでね、もうめっちゃいいじゃんって思ってくるんですけど、まずいわけじゃないですけど、なんかちげえなっていう感じのものをずっと結構食べてましてね。で
なんか唯一といいますか、カップ麺とかめっちゃ並んでるんですけど、コンビニで。1種類だけなんかシーフードの、マジで僕たちが日本で食べるような感じのやつがあったんですよ、味が。もうだからそれがめちゃくちゃ美味しくて、逆にそれ以外のカップ麺はみんなが取らないから、もう早い者勝ちみたいな、みんなですごい取り合いみたいな感じのことをしてましたね。っていうぐらい食が結構苦しかったですね。はい、全然食べれないわけじゃないんですけどね、なんか結構苦しかったですっていう感じで。でも安いんですよ、中国めちゃくちゃ安い。なんかコーラとかカップ麺はまあ普通ぐらい、まあでも100円ぐらいなんですけど、コーラが普通のペットボトルの500ぐらいがコンビニで50円ぐらいですね。50円。だから僕コーラめっちゃ飲むから、めちゃくちゃありがたかったですね。コーラ50円ってやばくないですか、単純にやばくないですかっていう。でもなんかカルピスとかなんか300円ぐらいしたり、なんかんって感じだったんですけど、普通になんかジュースのファンタオレンジとかコーラとかは鬼安くて、まあ、そういう部分はすごい安かったんで、物価自体がかな、安かったんで、そういう部分はすごい助かりましたね。まあ、じゃあコーラ50円飲んで、3本飲んで、日本と一緒ぐらいっていう、まあ、神でしたね。そこに関してはすごい良かったですね。はい、よいしょ。やばい、負ける。まあでもそんなですけど、なんかご飯は、なんかすごいカップ麺食べてた感じ。あ、近くになんか飲食店があんまなかったです。なんか吉野家があるってなって、なんか誰かが言い出したんですよ。てか普通にまあ美川さんがよく海外行った時に吉野家食いてって言うんで、吉野家食いてとか言ってたら、テンゴットが吉野家あるみたいな、吉野家なんか歩いて15分先に吉野家あるとか言い出して、もう行くじゃないですか、それはもうみんなで吉野家行こうってなって、結果何分ぐらい歩いただろう、20分ぐらい歩いて潰れてる吉野家が見つかりましたね。潰れてるというか、もう工事で跡形もない吉野家が見つかって、まあそのままねもう帰りました。吉野家あるって言ったんですけど、なかったですねっていうのもありましたね。でしかも途中雨降ってくるっていうね、しかもは何もないけど、はい。みんなで天狗とを攻めました。はい、っていうようなこともありましたね。けどみんなでホテルで夜一緒に練習したりとか、なんかバンカーズとか一緒にこういうのダメかなとかいろいろ話し合ったり、まあ、その慶応セオリーとかが英語で普通に話したり、まあ、英語話せないんですけど雰囲気の英語でね、とかゲーム見つといつも敵だけど今回協力してねバトルしたりっていうので、まあ、いつもと違った感覚っていうか、まあ、感じがすごいあったんで、まあ、僕としてはそれがめちゃくちゃ楽しかったし、なんかまたやりたいなっていう気持ちがめっちゃ強いしっていうので、まあ、WCG 今回大会自体はめっちゃ楽しかったですね。はいはい、という感じですかね。なんで、まあ、中国生活も1週間だったんで全然過ごせましたね。これ1ヶ月2ヶ月2ヶ月過ごせって言われるとちょっとね苦しいんですけど、はい、という感じで、まあ中国生活楽しかったですっていう感じですね。でバトルはマジでやばい、ボコボコに負けちゃってますけど、そこはお許しくださいというわけで、まあ、ね、明日からちゃんとなんかいいデッキ紹介や BO5 系、まあ、BO3 かな、もうちょっと上げたいなと思います。はい、というわけで今日こんな感じで終わりにしたいなと思います。シーズン2にね、まあ、圧倒的上手くなって、その上手くなってる姿をね見せたいなと思います。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバイ。